皆さん、こんにちは、こんばんは、れいこです。えーと、実は、今日も、今回、ま、今日、買い物した商品が届いたんですけど、今回もカラー枠を買ったんですね。で、えっ、ー、と、昨日かな多分カラー、昨日か一昨日カラー枠の動画アップしてると思うんですけど、今日、ま、同じすぐなんですけど、あの、同じもので、 ちょっとまあ、多めに買っといて、今後のために、まあね、あのー、人にね、あの、一人生徒さん教えるっていうのもあるので、まあちょっと多めにカラー枠買っといてもいいかなーって思ったんですよ。そしたらね、まあインターネットでは全然わからなかったんですけども、例えばですよ、えいしょ、これ、今までね、ちょっと整理してたんですけどね、 これ、これは確か眠れる森の美女の衣装だと思うんですけど、色が違うの分かりますかすっごい、あの、こっちがイエローゴールドっぽくて、こっちがゴールドなんですよ。ってことが分かって、買ったお店によって、色が違うんですよ。例えば、これなんかも、これは多分美ズと野獣だったかな 美女と野獣の人だったかなこれもなんですけど、これもイエローのイエローゴールドとゴールド私結構色にこだわるタイプで、色とか形とかすごくこだわっちゃうんですよね。なので、やっぱ買ったら色とか形とかこうチェックして、ちょっと破損してるところないかなとか、大丈夫かなとか。 あの、買った後、届いた時に、あの、見てるんですけど、びっくりしました。お店によって、違うんだなって、こんなことあるんだって思いましたね。例えば、うそ。えーと、これはこれはあ、これは、あれこれ、これは、あれちょっと待って。 あ、これ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 。これ、アリスの衣装なんですけどね。これもね、こっちがイエローゴールドで、こっちが普通のゴールドなんですよ。で、インターネットで見ると、その、ゴールドとシルバーとかしか書いてないんですよ。で、確かにこっちゴールドとも取れ,れるんですけど、こっち見ちゃうとね、 違うんですよね。ちょっとね、まあ、買ったお店が違うので、まあ違うっていうのもありなんですが、それはありでわかってるんですけどね。っていうことでね、ちょっと買ったお店によって、桃が色とかが違うんだなっていうのが、今回わかりました。で、あのー、 ね、インターネットで本当にそのまんまの移動なんですけど、今回は別の場所、二カ所ドレスが、えっ、ー、と、もうね、あの、スキンの白跡姫とか、もうちょとドレスはもうなくなっちゃってて、販売しているところがないんですよ。で、 やっとこれ見下がっ,ちゃってたのが、あの、楽天のこれなんですけど、あの、今回は、ちょっと意外でした。あの、本当に、インターネット、やっぱり、ここがインターネットのミソですよね。あの、ね、いろいろ、やっぱり、直接ちゃんと見ないとわからないっていう部分もありますよね。はい。 っていううな感じで、本当に今回は、あの、学びました。<laughs> あのー、指示のクニガリスとか、あとビゾとやると、あと、眠れりのビゾを買ったのかなで、あのー、まあ、今ちょっとね、せい、あ、ごめんなさい。スマホが動いちゃった。今ちょっと整理して、このケースに入れたんですけど、 入れて整理してみたら、比べたら、あれと思って、これ色が違うぞって思ったんですよ。もうびっくりしちゃいました。ちょっとすごいショック。どうしてかっていうと、あのー、実は、ちょっと持ってないドレスがあるんですよ。 まあ、もちろん、もっとその、知られとか、もうないし、ほんとそういうのが、やっぱりね、みんな、UV レジにやってるから、みんなそっちに、走っちゃうんですよ。だから、競争率が激しくって、無くなっちゃうのはもう、あっという間に、無くなっちゃうんですよね。それ辛いですよね、悲しいことに。まあ、しょうがないんですけど、まあ、今回はね、こういうお買い物をしたということでした。 あの、まあ、ね、皆さんの今後のお買い物の参考になってくれたらと思いますね。インターネットと、インターネットと直接買うのとでは、やっぱり違うところが出てくるっていうのが、改めて発見しました。はい。こんな感じで色が違いました。で、細かいところを見ると、こっちはハート型なんですけど、 こっちはぺたんこなんですよね。ハートになってないもん。こっち綺麗なハートなのに、こっちぺたんこ。すごい、すごいショック。同じアリスなのに。っていうことで、まあ、今回は、まあ、インターネットで買うのと、リアルで買うのと違うという、まあ、発見があったので、動画にアップしました。はい。 今日の動画は以上になります。良かったよと思っている方、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。また、えっ、ー、と、皆さんが私の動画を見て参考にしてくれたりしてくれたら私もとても励みになります。はい、それでは次回の動画まで。またねー。